とこしえ花の続き、中断したらどっから始まんの。あ、ここか。多分写真は調べ終わったところだよね。写真と同じ場所を探そうということで3箇所見て回りましょう。これなんか近くに行ったら表示してくれんのかな。場所は全然わかんない。なんか1個外っぽいとこあったよね。普通に戻ってこう。意外にさ、この中明るいから、なんでこんなに明るいのかわかんないけど、あ、なんかちょっと暗くなってんだ。でも普通これ電気って消せるんだっけ。なんかわかんねえ、消せなさそう。懐中電灯ね。この明かりだよね、この明かり。これこれってさ、電気なの？なんかどうやって光ってんだろう、超謎。霊力的なもので光ってる可能性もあるけどね、この世界だから。こっち来ちゃったけどさ、あれ、これ下に行っちゃうな。まあいいや、なんか3箇所あるって言ってるから。これどっちだ、こっち行くと、あれ、こっちはこれ扉じゃねえし。この廊下みたいなところっぽいとこあったよね、多分だけど。これ写真、でもこっちはまだ行ってないのか。地図は完成させておいた方がなんか良さそうな気はするけど。あ、ここっぽくね。なんか船に乗っている巫女の写真みたいなのがさあ、なんかぽくねぽくねぽくね。ちょっと進んでいこう。これちなみに影見って、影見か全然わかんないかな。だから何も発動しねえや。影見やるとなんかそっちの方向向くは向くんだよね。開かない、マジか。あそこに船があったから射影機を構えればなる。07式になってんな。てかめっちゃなんかアイテム凝ってるから生きてんだけど、行きたいんだけど下には行けないな。一旦戻るか。これは？あ、扉だ。ん？ちょっと待って。これどうする？攻めていく。6人とも回避。こいつら多いな。2匹はいないか。これで霊圧みたいなのいっぱい出た な、 なんかあんまり突進してこないかんね。壁の中に埋もれられると困る。どこだ、ここだ。1と14のさ、攻撃力の違いが分かりづらい。どんくらい強くなってんだろう。トータルダメージを見て計算したいけど、あ、死んだ。でもあそこだと見とれないからな。え、マジで。こいつランダムで出てくんのか。あ、でもなんかこことかってさ、違うか。いや、ほんとわかんねえ。で、例によって射影機を鍛えたいんですけど、いかがでしょうか。10万たまった。よし、10点あげよう。これでまたどれくらい変わるかだよね。どれが一番コスパがいいかだよね。
ぱ連射できるっていうのはねいいんだよね。やっぱ一発撃った後にさ、充填されるまでこう早くしろ早くしろみたいな。でこっち行って、でこっから、だからここは箱だからこっちだな。なんかここら辺さぽくない？写真の一枚。でもこっちの道かな。なんか印とかつけておいてほしいんだけど。ここもう出ないことを祈るよ。ここ出たらめんどくさい。閉じ込められたらめんどくさい。出ても仕方しよう。よし、オッケー。ここのさ、なんか反応しないのかな。いや写真見るか。これって撮影した写真、アイテムファイル、ロスがこれだ。あ、これ全然ちげえやどこも関係ねえや。棺の湯の宮天上から光が差し込んでいる。これ最後だよな。違う違う、この3つか。だ、格子の向こうの影、これだ。窓格子の奥に何かが吊られている。え、この格子ここじゃないのかな。超わかんねえ。なんか違うっぽいな。これ写真構えないといけないってなったらめんどくせえな。07で行こう、撮影だから。なんかこういうアングルじゃないかなってちょっと思ったんだけど、なんか違えかもしんねえ。いや、どこだ。このまま行ってどこへ繋がるっけ。ちょっと動き回ってたから把握してきた。これは明らかに関係ないでしょ。ここアイテムしかなかったからね。じゃあ結局こっち戻っちゃうじゃん。何も取れずにここへ来た。さてどこだ。こっちはもうだって出れないしね。また一周するか。これ関係ないよな。ここはかまえてみよう。写真ん、取れた。あ、これあそこの部屋かな。あれ棺だった。これちょっと行ってみよう。もう分からん。これはこっち、机かと思ったけど。棺なのかな。ここの部屋ね。ここの部屋、書生部屋。あ、やっぱ書生って書いてあるからさ。書生のところに棺が置いてあったってこと。なんかここっぽくね。似てて違うのか。ここ、 なんか微妙に違えな。分かりづらい、写真がさ分かりづらいからさ。ここではないか。じゃあどこだ。
て、ここ結局だって祭壇でしょ、戻ってくるだけだから。なんか目印がないとほんとわかんねえ。これこっちは、あれここ、これ船っぽくね。なんかアイテムだけ取ろう。万葉か。それちょっと体力、マジかよ。あ、ここか、ここか、あれになってる。一瞬で攻めるか。ちょっと待って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 、溜まってないんです。だこういう時溜まってないんですよ。やばいやばいやばい、ほら押し切るか。このままどこ行くから来た。ちょっと待って待って待って、これはまずい、本当にまずい。てか死ぬ。アイテム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 にして、腰水5個もあるからさ、ちょっとどうせあれだからね、次のセクションに行くと元に戻るから、少し広めのところに陣取ろう。どっち、ちょっと待って、うわさあ、なんかいきなり出てくんな。練習はでもやっぱ増やしておきたいからな。そっか、この消えた跡か、それがどこになる。なるほど、ワープをしながら攻撃してくるんだ。だがそれがチャンスでもある。もう一発、2発しかいけないか、フェイタルが。あ、倒した。6、1に切り替えようって思ったら倒した。触れられる。どこに手突っ込んでた。あ、見れる。これ返り討ちにされる。いや、そんなことないな。これ死に際を見るんだよね、だって。これ誰が取ってんの。それがこの山に入ったのだ。さらさらさ、死に際を見るわけではないんだ。ちょっと若干濡れてんな。これ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 絶対ここでしょ。え、違うの、あのアングルに合わせないといけないのかな。ちょっと見よう、写真を見よう。こっから写真見てばっかだな。船、でもさ、これ正面が行けなくない。だってあそこから降りてくるんだから。いや、マジでわかんねえ。こっちから行けるか。あ、行けそうだ、行けそうだ。アイテム反応が。あれ、ここしかもさ、棺じゃね。ちょっと待って、絶対なんかいるよ、絶対来るっしょ。え、超怪しいんだけど。これ何が落ちてる。いや、こんなもん絶対読めないよ。いや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 、もうびっちょびちょでしょ。読み濡れの書、読みを溢れさせてはならぬ。読みはすなわち印税そのもの。なんだこれ。後藤が怪我され、読みに虫歯まれれば最悪が起こりますみたいな。現世は印税となり、印税は現世となる。人々の魂はよどみ、水へ帰りし者も亡者となる。溢れさせてはいけません。いや、待って待って待って、でもここ棺だよ、棺。棺っちゅ6-1になってんな。これだってこうでしょ、絶対ここだよ。でスポット的に、え、待って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 、なんかいなかった。いや、いるな。あ、
このスポットに行けば現れるってことは07に切り替えよう。こうやってどう、ここか。はい、絶対こいつ敵で出てくるでしょう。これでようやく1枚目だ。出てくるよ、ほら。ちょっと一回取って、こいつは突進してくるときがチャンスなのか。え、二人いる？マジかよ。ダブルでいける？じゃあ今入ってないな。でも二人の時ってこっちで実は動かなくね。結構あれなんだよね、体力が。けもう後ろいけねえ。いってチャンスではあるけど体力の減りが結構あるな。ちょっと待って、これは一回距離を取る。ワープしてきてるよ。はい、ちょっと待って、本当にやばい。こんなに減るか、万葉がすげえいっぱいある。もう一個使う、全開にしよう。回避、体だけには倒したいな。うわっ、ちょっと余ってないんだよ。だからあ、一人倒した。取った、暗い。どこだ、こっち。攻撃してたまれ。そこだ。じゃあ早い。あ、大丈夫か、見とれる。あ、刑務所あふれられる。500円。いや、すげえ濡れてる。アイテム反応あったよね。でもあれ、なんかなくなってきた。てかここだよーっていう反応だけだったのかな。で、まあ、進んでる感はちょっと出てきて、ここまたすげえ分かれ道だな。あ、いる。てか近づくとあれしてくれるね、現れてくれる。アングルが難しいっていう。ちょっと待って、よし、映った映った。てこいつはどうなの、敵となんの。ちょっと優しい。きっとこれは61でいこう。一回やって少しタイプが違うな。めっちゃ飛んでる。まあ、ヒューレーだからそういうもんか。そもそもぐっ、ちょっと顔には当たってないけどいいのかな。別にフィルムの枚数がこれ来る。2発だな。もう1発行きたいんだよな。近い、したい。何のフェイトにもなんなかった。マジか、これやばくねえか。倒した、フレオ。系体力持ってかれてんな今回。恐怖でしかない。
てどっから来た。とりあえずまた回復しよう。万葉をだいぶ使ってんな。でも鏡石があるからね、いざとなれば。ん、こっちから降りてきてこっちへ来たのか。これを回収しよう。何、全然わかんない、見えねえんだけど。あ、これもまためっちゃ濡れ濡れの紙じゃん。結界の書、黄泉の源となる黒木沢、水面にあり黒木沢より溢れし黄泉を沈め、なお溢れ出す黄泉を清めるため氷上山の地に箱による結界を施す。黒木沢の巫女は彼岸船にて湯の宮より、水面の宮へと渡り黄泉との境を守る大柱となる。山の土に黄泉がこもらぬよう中の社に箱を埋め中柱とする。境より溢れ出た黄泉が淀まぬよう水の集いし場所に箱を沈め、これなんて言うんだろうね、なんとかを守る。氷上山の水は魂の源、音守らねばならない。黄泉を溢れさせてはいけません。これあっち行けないよね。いや、行けないわ。船に乗れるわけでもない。じゃあ、あとまた行けそうなところ、こっちは行ってないね。ちょ、写真変えとこう。いや、フィルムが足りない。いや、まだ90フィルムをさ、それなりに、あれ、こっちも行けんな、残してはあるんだけど。ここも行けそうじゃない。若干フィルム不足。あ、これあれか、マッチか。マッチ今のところまだ大丈夫。ここを開けていこう。壁が近いと嫌なんだけど。え、あ、ここ、ちょっと待って、アイテム取って感じしよう。水濡れてるとわかんねえ。おっと、くそー、気づいたは気づいたけど一瞬遅かった。めんどくさい、このシステム、マジで。古文書読み取れるとか絶対読み取れないでしょ。もう黒い水に触れてはいけません。黒い水は体に染み入り肌がただれ腐り落ちていく。その痛みに耐えられるのは死にゆくものの、我ら読み人はいずれ死にゆく。この身が腐り落ちるまで背負う箱を読みへ運び沈めるのみ、溢れさせてはいけません。こっから取れってことか。でもさ、なんか先にも行けそうだけどさ、あ、一応こうやってさ、あい、うわびっくりした、箱の音が、え、敵、すっげえビビった今。これはこのままでいる。そうやって箱の音来そうだな。分かりづらい。レイが行った場所、ちょっと待って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 手に入れたって、遅、これ早急に逃げよう、撤退する。いや、さっきの箱の男は、まあ、敵なのか敵じゃないのかって言われたら多分、待って、どうする、仕方するか。上に、あれ、これ力来たよね。来た道を変えろ、それが一番安全で。リミットオブエリアはあるか、こいつらに。あれ、ここ来てんな、鍵がかかってる。ここじゃねえし、そもそもこいつか。まあ、いつものやつだな。基本的にスルーはできるから、こういって登っていく感じにしよう。まだいるか。で、これもしかしたらこれ先に進んだ方がさ、こう初等化的に早かったんじゃないかっていうこともあるけど、なんか初等化が開通してなんかこっちにも、これさ戻るのすげえ苦労すんな。
しいところへ行くか、やっぱりめっちゃ見てるし。広いとこといえばここで戦いたいよね。通路では戦いたくない。ブシブシ。何笑ってんねん。でこっちがどっちだ。上上がってこう。これ上上がってったらさっきのこれいけねえじゃんっていうとこか。なるほど。で降りてきて、でこっちに来て、でここを上に上がっていこう。連動している。こいつなんだ、軸が合ってるぞ。あで、ここからこっちへ行けんじゃない。ちょっと食らってるけど。でここが開くんだよ。でここが開いて、これはどこ。でここに来て、あでここあれか、ばあちゃんがいたとこか。ばあちゃんがいた鍵のところに来たから、このまま外へ来て、でここへ行けばいいんだ。やっぱそうだな。あいつしつけえな。これ軸が合ってる。このパターン軸が合ってる。知ったよ。ちゃんと回避すればよかった。これ殴られるとどれくらい痛いんだろう。霊に殴られるとかさ、実体がないじゃん。魂を攻撃されてんのかな。魂に触れる。共に笑い合った仲だ。一度は許す、だが二度目はない。次俺の魂に触れた時、お前を完全に消滅させる。いけたいけた。これ二人って戦闘になったら嫌だな。消えよ。まだいんのかよ、しつけえな。でどこだ。ここか。よし収めた。おお、開いた開いた開いた。箱が入ってされたから嫌なんだけど。あこれであれか、光が、あ光がいったってことね。そしてやつも消えた。成仏したか。光を浴びてそれなりに減らされたな。でどっからどう戻んだっけ。一回来た道すぐ忘れんな。フィルムがね、もうなんか不安なのよ。あんまりフィルムももう起こってないよ。最初の方なんか割とポンポン手に入れたけど、補充するのにさどれくらい。これどっちからいけばいいんだ。書生部屋でしょ。下に降りていくと多分あれなんだよな。またこっちから行った、こう行ってここに一回戻った方がいいか。ということはこっちだな。経由していこう。この家とかマジ誰が作ったんだよ。いくらかかったんだろう。今のお金に換算してむちゃくちゃ広いよね。しかもなんか作りもさ、めんどくせえ作りしてるし。ちょ待って待って待って、にあったんだっけ。なんかこの下ってさ鍵のかかった箱じゃなかったっけ。鍵のかかったっていうかこれだと思ったんだけどさ。違う、これじゃない。あそこだ。もうあここに戻るんだ。あいいんだいいんだ。だからどこだ
扉がわかんねえ。見分けがつきにくい。でこのままこう行ってこう行ってこう行ってこうね。なんかどっちからでもよかったな。結局下に行くってことは階段降りて行ってもよかったし、懐中電灯って結構持つよね。電池は毎回毎回電池入れ替えてんのかな。電池の予備絶対持ってった方がいいでしょ。でも濡れると電池って使えないのかな。いつも気になる。ここ閉じ込められるんじゃないかっていう。大丈夫そう。そのまますんなりいけるか。いけますね。おお、光が来てるけど、ちょっと待って、ここはなんとなくだけど90にしとこう。装填90。ほら来たよ。これダメージ65だからね。来る。よし。おらおらおら。2発か。だからさ、例のそういえば体力が見えるようになって早っ。90。装填がむちゃくちゃ早い。さっきまで。来た。どっから来る。これはフェイタルを狙うか。いやもうここで行こう。え？ちょっと待って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 、当たってる。ダメージこれ当たってんね。これは当たってんね。どこ行った。行った。え、ちょっと待って、これ当たらない時がある。いや当たってねえな。なんだ、わかんねえ。なんか水モードとかの時は当たんないのか。いや絶対当たってない。来るか。うわっ今ね、メッツを使ったです。なんかボールが飛んでんだけど、これ映した方がいいかな。消そう。90フィルムめちゃくちゃ使ってんな。てかすげえ、あの反応してる。これが07とかで消すのがいいのかな。ちょっと待って、ボールがすごい。61を一回使っちゃおう。消えよ。ダメージにはなる。あれも入れると。あ、倒したか。さすがに見とれはしないか。まだ90をそれなりに使ったけど、まあ使った甲斐はあったな。ではご会長。うおひどい。なんか前もここでビビった気がするな。
ひなさきさん、ここを出ましょう。え、すれ替えるとか。行きますよ。めっちゃビビってるよ。めっちゃビビらしちゃった。脱出までどれくらいかかる？ちょっとわかんないけど、キリがいいといえばキリがいいので、まあちょっと一回ここで、今回前編中編後編みたいになるかな。もしかしたら次すぐ連れ帰れちゃったら短くなっちゃうけれども、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。